こんにちは、自動車ライターの伊藤あずさです。そして谷口信輝さんです。お、ご紹介ありがとうございます、はい、で今日はですね、はい、カッティングエッジですよ。久々のカッティングエッジ、はい、あの谷口さんと久々にカッティングエッジをやれるということで、はい、スペシャルな車をご用意しました。なんでしょう、はい、今日はですね、うん、日産 GTR の2025年モデルを、今24年なのにね、25年モデルです。ニスモではない、はい、普通の GTR になってます、はい、まあ、T スペックっていう特別なモデルではあるんですけれども、うんうん、まあ、谷口さんと以前2024年モデル箱根で乗りましたね。乗りましたよね、はいはい、まあそこから少し進化もしているということで、うん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 、まあ、それを体感しつつちょっとご紹介していこうかなと思うんですけれども、今の整理すると、はい、日産35GTR の T スペックの2025年モデル、はい、そうです。何が変わったんでしょう。いろいろ変わりました。いろいろ、まあ、デザインはちょっと変わりましたよね。見ていただければ。いや、もう忘れました前のどう変わりました。フロントで、はい、結構あのバンパーのあたりのこのライトのデザインとか、ほら見たことない形もしてませんか。いや、前のモデルを忘れたGTR は知ってるけど、そうですね、前の T スペックどうだったっけって並べると結構変わってるんですけど、あ、多分今あの、はい、ワイプでこの辺出てると思うんで、前回のはこうです、はい、みたいな、あのこうこれの顔面と25年モデルと24年モデルの今、はい、この顔面比較が、そうですね、はい、結構フロントのデザインがちょっと精悍になっていたりですとか、はいはい、まあ、この T スペックモデルに関して言うと、うん、まあ、あの今まではこのニスモとかその特別なバージョンしか用意されてなかったエンジンの高性能な部品というか、はい、精度が高い部品をちゃんと利用して、うん、あのエンジン組んでますよっていう、うん、まあ、ちょっと良いモデル、あのより一層職人に任せた系のエンジンなのかな。そうですね、うん、になっておりますので、はい、まあ、その辺も、まあ、体感できるかはちょっと難しいところかもしれないんですけれども、結局さ、はい、上限がしもう決められてるじゃない、馬力の、まあ、そうですね、多分馬力を出したってことじゃなくて、はい、よりこのエンジンの滑らかさとか、うん、そういうところをやってるってことなんですか。そうですね、まさにそうです。あ、はい、まあ、そういった部品を使用していたりですとか、はい、まあ、T スペックに関して言うと、特別な装備が元からいろいろついているので、 T スペックは、はい、一応ニスモというジャンルがいるので、うんうん、タウンユース、街乗り、あの方向に振ってあると聞いてますけど、はい、もともと GTR って出たばっかりの頃って、うん、やはりあのすごいポテンシャル、そのパワーとかこの四駆のシステムとかで国内で一番速い車だったじゃないですか、はい、 そうですね、その代わり足が硬くて乗り心地が悪いとか、うん、ミッションがちょっとガチョンガチョンとちょっと過激だったりとかいうのをどんどん滑らかにしていって、最終的に一番滑らか乗り味になったのが T スペック、うん、以前が確か箱根の、はい、あそこのアシスカで乗ったかなと思うんですけども、そうですね、ワインディング乗りました、はいはい、まあ、その時のフィーリングを思い出しつつ、思い出し覚えてますよ、はい、ちょっとねあの時はね、あそこの八木さんコーナーの減速帯がこうあるところのバン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 ってところが、うん、ちょっとこの辺ビビビンみたいなのがあるななんて思ったんですが、はい、まあ、今日はちょっと場所が違うんで ね同じようなテストはできませんけど、はい、まあ、まあ、スペックにより、しかし35GTR も長いですね。17年ぐらいですか。もう最後言いながら結構出てますからね。いや、ただこの2025年モデルが最後、本当に最後じゃないかとは。本当に前もそんなこと聞いたけどな何回も言われてますけど、はい、まあ、騒音規制になんか対応して、はい、これ見るとですね、まずブレーキが、はい、カーボンブレーキですね。そうですね、前回もこれカーボンブレーキやっぱ T スペック入ってましたけど、うん、あとこのゴールドのホイールドの組み合わせがもうこれもね、なんかもうアフターパーツ業界のホイールみたいなのが入ってますよね、はい、本当ですね。ではもうやっぱり軽くて光合成な雰囲気出てますよね、うんうん、そうですね、もう足元からこの辺も皆さん普段ね、はい、ホイールって無頓着というか、はい、まあ、見た目しか気にしないじゃないですか。大抵見た目になっちゃいます ね、非常に大事ですかね、ホイールって。もちろんデザイン性、そのファッション性も大事ですけど、うんうん、
あの好み好きとか嫌いとかありますがね、はい、これの剛性とか、うん、まあ、軽さとか、うんうんうん、あの非常にね運動性能だけにあらず安全性とかにも非常に大事なんで、うんうん、気にしていただきたい。なるほど、見た目だけじゃなく、そう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 、そうそう、あのこんな大きいもう重たいハイパワーな車がね、バーッと走ってるわけじゃないですか。そうですね、でブレーキをボーンと踏むとこんなごっついブレーキがねギューンと止めるわけじゃないですか。そうですね。そうすると、うん、負荷がここにスタッドボルトのところに、まあ、スタッドボルトの強度も必要ですがこの穴が開いてるところにもガッと負荷がかかるわけじゃないですか。確かに。で何だったらタイヤが路面を止めようとするところのこのスポークとかこういうところにまたガッ力かかるわけじゃないですか。確かに。だからここがボキボキっとね、うん、あっちもののなんちゃってパッチモンホイールはこことかこことかがよく割れるんですよ。割れちゃうんですか。割れた後想像してごらんなさい。100キロで走っててブレーキ踏んだらバキッとなったらするじゃん。もう止まるもんないからね。確かにそうですよ。あのブレーキはつまんでるよ。でもここら辺が止まらないから意味ないですもんね。もう操縦不能だし。じゃあもうめちゃくちゃ大事なポイントですよ。大事ですよ。ホイールね、ホイール大事、うん、ホイールも大事、はい、スタッドボルトの強度とナット大事、大事。確かに、はい、でそういうのも全て、うんうん、まあ、もうあのこういう GTR とかは、はい、ちゃんとメーカーさんが、うん、あの大丈夫な頑丈なやつをね、うん、ポテンシャルと安全性と見た目をね、うん、あの全部を兼ね備えたやつを使ってるので、だから僕よくね、はい、やっぱり自動車メーカーはそこら辺をちゃんと強度計算をしてあのキャパシティが余裕があるやつをつけてるから、はい、結構純正流用ってしますもんね。確かにそうですね、はい、でもやっぱちゃんと変える前に、はい、もし変えたいならそのホイールとかも性能しっかりしてる。あんまり安かろうに、うん、気を取られちゃダメなんですよ。安かろうには安かろうの意味があるんで。なるほど、はい、ちゃんと安全を担保することをちょっと意識してほしい。わかりました、はい、話がそれましたいい話を聞きました、はい、そして他に何か変わったとこあるんですかね、はい、T スペック24から25に向けて、ね、まあ、リアのデザインも変わっていまして、1点も、まあ、前からそうだけど出てたりとか、もう花からもう、はい、アフターパーツ、そうです、ね、マフラーみたいなね、焼けてますね、いい色に、もうチタンカラーに焼けておりますみたいな、はい、あとはこういったね、こうブレーキのこの、ね、フォグランプですね、これフォグランプが、バックフォグがね、はい、バックフォグが、そういうのが付けられますけど、これもちょっと新しくなったポイントで、かっこいいな、もう色がまずいいもん、はい、このシルバーが、うん、高そうシルバーって普通ちょっと安く見えますけど、うん、T スペックは高いスペックだもんね。高いスペック、そうだったっけ。 T ちゃんとあの横文字で意味があったと思う。なんですか T スペックの意味。さっき調べたのに。田村スペックじゃないですよね。田村スペックじゃないです、ね、ちゃんと意味ある。ちょっと調べときますけど、うん、はい、ウィングの形状とかもちょっとなんかね、だいぶなんかかっこいい、はい、この辺もクオリティの性能を向上していたりとか、中行ってみましょう。はい、インテリアも T スペック。あ、これ前と同じじゃない。これおなじみのこの緑色の素敵なグリーンの内装になっております。 T スペックの内装、はい、深緑のね、渋い、これなかなかない、ちょっとおじさんより結構綺麗ですよ、女性から見ても。うーん、シックな感じで素敵ですけどね。よっ、はい、おお。そしてね、はい、インテリアもダッシュボードはアルカンターラ的なね、結構高級感がすごいですね。やっぱりね、前の T スペックとこれはやっぱり同じような、そうですね、攻め方ですね、うんうんうん、確かに高級感ありので、ステッチがあり、はい、まあ、でもね、根本的にやっぱりこういう、はい、よっ、デザインこそは書いてあるけど、うんうん、このミッションのこの配置だったりサイドブレーキだったりこの辺のものはもうずっと初代から流用というか、うん、そうですね、変わらずですね、はい、引き継がれてるものというか、まあ、だから乗り慣れてて親しみやすい反面、変わり映えはしないというそうですね、とこですね。
まあ、3号の雰囲気はずっと17年ぐらい続いているという感じですね、インテリアは。なるほど、これおいくらですか？これはですね、この T スペックのプレミアエディションのモデルが多分2000万台だったはずなんですけど、2035万円ですか。2000トンで35万円。はい、となります。結構 GTR もいろんなグレードがあるんで。もともと700万円ぐらいの車だったんですけど。700万円あの一番初に出た時ね。そうですか。はい。2007年ぐらいに出た前期は、はい、700万円台だった気がするんですけど、はい、2000万まで行きました。ついにね、すごいどんどんこうやっぱすごい GTR ってどんどん格が高くなっている感じがしますよね、はい、やっぱりカーライフがもっと楽しく便利になる情報が満載、カーミーで検索。じゃあなんか変わり映えがあるか分かりませんが、エンジンルームでも見てみましょうか。はい、よっ、おお、すごい。何もまあ変わってはないと思いますがそうですね、外から見ても特に。まあただね、ここにね、あの、はい、エンジンビルダーの名前が彫ってあると。匠のね、組んだエンジン、ひろゆき市川さん。おお、結構匠の人数も限られてるので、はい、ハンドビルドバイ匠。なかなかこの手組みのエンジンってもう味わえないと思いますので、うん、まあ、これも GTR だ。こういうとこにね、カーボンパーツが使ってあるのがまた憎いね。本当ですね、うん、こういうとこも効くものなんですか？いやいや、まあ少しでも軽くしたいってことですよね。なるほど、チリツモで。チリツモで、はい、確かにエンジン自体の重量がすごいと思いますけど、まあ、エンジン一応かけますよ、多分変わらないと思いますけど滑らかに回るかもしれないんでおお、おお、どうですか？滑らかさは変わってますか？滑らかっすね。本当ですか？本当に？それだったらちょっと軽く踏んでみて。本当ですか？軽く踏んでみて。じゃあちょっと失礼しますよ。足が長いですね、谷口さん。行きます。おお。めっちゃ速いよね、吹き上がるの。確かにすごい綺麗に回る感じがします、ね。そうでしょう。これは高精度の部品によるエンジンの回り方が良くなってるという、重量バランスが取れてるエンジンのおかげです。なんかあのカチャカチャガチャガチャ音もしないし。確かに滑らか感は。滑らかなのかもしれないね。かもしれないです。はい、これは今のところ良さげな雰囲気が漂ってます。はい、じゃあ止めてください。はい。新車から旧車まで。現役レーシングドライバーが長編解説、カープライ。さあ、はい、日産 R35GTR、はい、T スペックですね。 T スペック、そして2025年モデルになっております。700万だったのものが、はい、もうすでに2000万に。そうです、2035万円ですね。おー、家族感はすごいですね。いやいや、こんなのまだもう全然本気出してないですよそうですが、ちょこっと飲んだだけ、はい、ちょこっと飲んだだけ日本が誇る最強エンジン VR38 ですからね。そうですよね。しかもまあ今回の2025年の改良でよりちゃんと重量バランスが取れた精密な部品になっているということで、もう、はい、あのだいぶ前からそこら辺の凝ったのをやってるんでしょうが、うんうん、より一層なんか気合を入れてバランス取りしてるってことなんですかね。そうだと思います。エンジンのバランス取り、うんうん、ってわかる。いや、実際 よく聞きますけど、うん、それほど重要なことなのかっていうことが難しいです。ピストンとかコンロットとかいろんなエンジンの部品をね、はい、組む前に、うんうん、多分はかりに乗っけて、同じような重さのものを集めて、なるほど、組むとバランスをより良くするための工程ということですね。そうそう、やっぱり微妙に重さがやっぱり個体差があるのを、うんうん、同じようなまず測って、はい、
やるんでしょうね。でも確かに、いや乗ってて感じるかというか難しいですけど、やっぱ一個一個の部品の重さを考えて、それがこう感性でいろいろ動いてると思うと、うんうん、結構やっぱ変わってきますよね、きっとね。まあ、GTR はね、うん、もうあの長いだけあって、はい、あのかデビューして長いだけあって、はい、完成度が煮詰まってるというか。なるほど。おー、加速力がさ、もう余裕なんですよ。すごいですね。なんかやっぱりあと四駆のこのトラクションというか、そう、あの馬力が600馬力近く、570馬力あるわけじゃないですか。そうですね。それでも安定感が抜群。本当ですね。GTR はね、うん、まあ、どの GTR でもそうなんですけど、はい、さあこの T スペックですが、はい、まあ、あの GTR を買ったあのおじさんたちが硬くて乗れねえっていう声を拾ってですね、うん、そうだったんですね、もともと。それを乗り心地をマイルドにした、うん、というコンセプトのはずなんですが、はい、結構マイルドな感じしますよ。なんかね、乗り心地が、あの、はい、以前はもっとゴツゴツ突き上げあった、うん、普通の GTR はね、はい、これはさすがないですね。そうですね、結構路面の凹凸あるはずなんですけど、うん、うまくこういなしてくれてる感じありますね、うん、で、まあ足回りとかタイヤとかが、まあ、専用設計で、はい、まあ、すこぶる、まあ、あの煮詰まってる感じはしますね。うん、うん、いよいよ2025年モデルが最終形と言われてますので、究極の2025年モデルが、はい、うん、これが最終形だと、いよいよ最終形だと言われてますんで、うんうん、本当に相変わらずちょっとまた2026年モデルがあるのかなって思っちゃいますけど、ね、うん、ただね、はい、欲しいと思ってディーラーに行って GTR くれって言ってもね、はい、手に入らないんですよね。あ、今簡単に買えるわけじゃないわけですね、お金があっても。そうなんですよね。あの、まあ、抽選だったりするもんね。なるほど、まあ、フェアレディ Z とかも大変な納車待ちになってたりしますよね。そうですよね、全然手に入らないですよね、はい、まあ、確かに手組みのエンジンで一個一個しっかり作っていたりするのを考えると、うん、実際に製造するのも時間かかるのかなっていうのもありますし。で、はい、お、何が変わったんでしょうね、これ2個前の T スペックと。そうですね、でもその我々が前乗った T スペックモデルよりかは、うん、まあ、先ほど言ったエンジン のバランス取りされた部品と、うん、まあ、あとはあのちょっとやや形状が変わって、見た目が変わって、はい、リアのウィングも形状が変わったりして、うんうん、空力の性能も変わっていたりすると思うんですけど、まあ、大きな乗り味がどう変わってるかというか、そういう足回りがこう変わりましたよみたいなところは今回ないので、どんどん欲しくなっちゃうわけです。でも今この高速の継ぎ目とかも、はい、なんか全然こう穏やかですね、うん、なんか乗り心地がすごいいいので、前よりなんか印象がより良くなった感じがしますね。まあ、というか騒音規制に一回対応したこともあって。そうだよね。どうですか、音は変わってます？むしろ、はい、出力を落とさず、はい、排ガスを通しているところに、うん、日産としてはすごい技術をね、なるほど、あの投入してるらしいんですが、うんうん、まあ、そこはユーザー側は知ったこっちゃないと確かにそうです。日産は努力してなんとかこう GTR を出し続けてる、はい、出すのが難しいルールになってるらしいんだけど、はい、なんとか頑張って、GTR を販売し続けてるらしいんですが。そうですね、まあ、ユーザー側はには関係ない話。まあそうですよね、うん、実際買う側の人たちはそれは関係なく買うわけですもん。いやでも熟成感があるな。やっぱ初期の3号とは結構変わりますか？やっぱね、ミッションが変わる音も結構ガチャガチャしてたりとか、うん、シフトショックがあったり、うん、乗り心地も
電子デバイスもちょっとね限界域で走った時に、はい、その電子デバイスが介入したところがちょっと大味すぎて乗りにくかったりっていうのがあったりしましたが、なるほど、はい、そう考えると、まあ、そういうなんか異音みたいなものは全く感じないですね、うん、シフトショックだったり、まあ、だから空力とかエンジンの滑らかさだったりとか、うん、乗り心地、はい、質感とか、うん、そういうのを上げたんでしょうね。そうですね。でももういよいよもう3号のこのプラットフォームではギリギリ限界までやることやったって感じで、これ以上やれることが逆に難しい感じもありますよね。だから一応これはどちらかというとタウンユース、 T スペックは普段乗り、はい、タウンユース方向の住み分けで、うん、なるほど、走る方側にはニスモっていうのが ね、 そうですね、用意されてるので。確かに、またニスモが買えないんですけどねそうですよね。どっちももう激戦というか、確かに買いたくて抽選、全部抽選らしいからね。抽選ですか。でも本当に運が良くないとずっと手に入らないモデルになっちゃってるわけですね。なるほど、それもあって、でも作り続けないと手に届くユーザーが少なくなっちゃうっていうところがあるんですね、きっと。カーライフがもっと楽しく便利になる情報が満載、カーミーで検索。ということで今回は日産 GT-R の T スペック2025年バージョンを谷口さんと乗ってきました、うん、いかがでしたか。だからより刺激的になったというよりは、よりジェントルでなんかこうしっとりした、そうですね、大人な方向に行ったんでしょうね。うん、まさに排気音も下げたり、うん、エンジン滑らかになったり、うん、まあ熟成感漂う、もう本当に35 GTR の最終形態らしいです、はいはい、というにふさわしい35 GTR になったんだろうというふうに思います。はい、はい、まあ、私も35何回かこう乗ってきたというか、谷口さんと前のモデル乗ってきましたけど、うん、まあ、前のどんどんその前の世代のモデルはあまりわからない部分もありつつ、うん、やっぱりその熟成感っていうのは私自身も感じて、このプラットフォームでやり尽くせることやったなみたいな雰囲気が醸し出されてたので、うん、まあ、本当に手に入れたい方は最後の GTR のこのエンジンのモデルになるのかなという感じが、ね、いい意味で585馬力あると思えない、うん、そうですね、車が落ち着いてて静かで、うんうん、使いやすいから。そうですね、はい、結構ロングドライブというか、うん、そういうジェントルな乗り方もできるモデルになってたと思うので、うん、まあ、単なるスポーツカーではなく、うん、すごく幅広い方に愛されるスポーツカーなんだなっていうのも改めて感じましたね。はい、はい、ということで今回の動画が面白いなと思った方は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。